私は美しいものが好きだ。美しいものを見たり、それを絵に描いたり作ったりするのが好きだった。でも、なんて可愛らしい。さすが西名家のお嬢様。お父様によろしくね。西名グループのご令嬢なんでしょ。違う世界の人だね。うまいけど普通じゃん。てかほら、あの子は家がさ、うちの学校にも寄付いっぱい出してるらしいよ。ああ、そういうこと。誰も彼も美しくない。でも、それに負けっぱなしの私も美しくない。それなら、いけない。あと少し。私はこの手で居場所を作ってきたんだ。だから、この勝負は負けられない。ここだっけ、私が先輩に初めて会ったのは。やっと来た。自ら選んだこの学校で、私は自分の居場所を作ってみせる。何あれ、すっごい。そういえば、どこかの超お嬢様が入学するって。え、なんで、うちみたいなただの公立に。しまった、これじゃ今までと同じ。遅刻遅刻。ごめんなさい、気づかちゃった。美しいフライングボディアタックでしたよ、レディ。初めて作った同人誌、いつか大手になれるかな。見てってください、新刊です。なかなか売れないな。この人、ここからここまで全部ください。かっこいい。 ありがとうございました。あの、よろしければ。マルプケ三角さんのコピーも販売開始した。ありがとう。少しだけど売れてよかったな。あれ、メールフォームにメールが来てる。あ、横島先生、今日本を全買いさせてもらったものだ。あの人だ。ご本、すっごく良かったです。いえ、良かったなんて言葉じゃ足りない。魂が震えました。フライングボディアタックの君。それから私は学校で彼女を探し始めた。しかし見つけることはできず、私は執筆活動に打ち込み、サークルの規模はどんどん大きくなっていった。そしてあの日、私は彼女と知らず再会を果たした。お、2年の芹沼さんだ。やっぱ可愛いな。けどめっちゃオタクらしいぞ。こんだけ可愛ければいいよ。だからちょっと前まで巨デブだったんだって。この人と、あの人が同一人物。これは運命だ。負けは負け、分かってるんだ。でも、でも私、やっぱりシマちゃんの過去話大好き。魂が震えるの。私だって先輩の小説、先輩が大好きです。シマさん、先輩、シマちゃん、ごめんね。私こそ先輩。仲直りか。ああ、